県や医療関係者などで組織する新型コロナウイルス対策の専門家会議が開かれ、治療や医療機関への公費支援などを今月末で終えることが報告されました。県の対策協議会は、2020年3月に県内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されたことを受けて設置され、医療関係者などの専門家を交えて、秋田の医療体制などについて4年間議論を重ねてきました。国は来月以降、通常の医療体制に移すことを決め、新型コロナに感染した患者に対し、来月からはインフルエンザなどと同様に診察します。具体的には、発熱などの症状があった場合に受診した外来対応医療機関での受付を今月末で終了し、来月から一般の医療機関で広く対応します。また、治療や入院の費用はこれまで公費で補助されてきましたが、支援制度も終わり、医療保険の自己負担割合に応じて患者が支払います。ワクチンも全額公費で接種できましたが、原則自己負担となり、65歳以上の高齢者や60歳から64歳で特定の疾患がある人に対しては、市町村が定期接種を実施します。今後引き続き発熱などで医療機関を受診する際には事前に医療機関に連絡をしていただくとともに、ウイルスがなくなったわけではありませんので、基本的な感染対策の方を引き続き心がけていただくようにお願いしたいと思います。一方で、県がホームページで公表している78の医療機関では、倦怠感や味覚症状といった新型コロナの後遺症に引き続き対応するということです。